トルービルの浜は、フランスの印象派画家、ウジェーヌ・ブーダンによる代表的な作品であり、19世紀中央のフランスの風景画の特徴をよく示している作品です。この絵画は、トルービルというフランスの海辺の町の浜辺を描いたものであり、その美しい景色と豊かな色彩、そして自然の力強さを見事に捉えています。ウジェーヌ・ブーダン UEGNE ブーディン1824年。 1898年はフランスの印象派画家であり、海や浜辺の風景を好んで描いたことで知られています。彼は印象派の先駆者の一人とみなされており、特にその作品における光と色の扱いは高く評価されています。ブーダンは日常的な風景を主題とし、自然の微細な変化を捉えることに力を注ぎました。彼の作品は色彩の美しさとともに、 瞬間的な感覚を捉えることを目指しており、そのスタイルは後の印象派の画家たちに大きな影響を与えました。トルービルの浜は彼の代表作の一つであり、1867年に制作されました。作品はトルービルというフランスのノルマンディ地方に位置する海辺の町を描いています。ブーダンはこの町の浜辺に広がる自然の美しさと、それに伴う光と色の変化をささやかに表現しています。 絵画の中央には広がる砂浜が描かれており、その上には波が打ち寄せています。波の動きやその泡立ちが生き生きと描かれており、ブーダンの優れた技術が見て取れます。砂浜と波の色合いは様々な青や緑、白のトーンで表現されており、画面全体にリアルでありながらも詩的な雰囲気を与えています。背景には海と空の境界が描かれており、 空は淡い青から濃い青へのグラデーションで表現されています特に空の中に浮かぶ雲の描写が巧みで自然の空気感や風の流れが感じられますまた海の色合いと空の色合いが溶け合い風景全体に一体感を与えていますブーダンのトルービルの浜における光と色の使い方は彼の印象派的なスタイルを象徴しています彼は自然光の変化を捉えることに長けており 特に、ちや夕方の光の柔らかさや、雲によって変わる光の屈折を巧みに表現しています。波のきらめきや砂浜の輝きは、リアルな質感とともに、光の反射によって生じる微細な変化が繊細に描かれています。ブーダンは油絵の具を用いて、これらの効果を実現しており、ブラシのタッチや筆致がそのまま見えることによって、絵画に動きと生気をもたらしています。この技法は 見るるもののののにに自然の中にいるような臨場感をを提供ししし風景の一瞬の美しさを共有しますトルービルの浜は19世紀の風景画の中でも特に重要な作品とされており印象派の画家たちにとっての先駆的な作品の一つですブーダンの作品は彼自身がフランスの海岸地域を旅しその地での観察をもとに描かれており風景画におけるリアリズムと素敵表現を兼ね備えています この作品のスタイルは、後にクロード、モネやピエール・オーギュスト、ルノワールといった印象派の画家たちに影響を与え、彼らが追求した瞬間の光景を捉えるための手法に寄与しました。特に光と色彩の変化を捉えた技法は印象派の基本的な要素となり、後の風景画に大きな影響を与えました。トルービルの浜は国立西洋美術館に所蔵されており、 同館のの印象派コレクションの一部としてて展示されていますこの美術館はフランスの印象派作品を中心に多くの優れた作品を収蔵しておりブーダンの作品もその一環として重要な位置を占めています展示されているこの作品は来館者に対して19世紀フランスの風景画の美しさとその技術的な革新を伝えるものとなっており 観覧者は、ブーダンの繊細な技術と自然への深い愛情を感じることができます。特に、彼の作品が示す自然との対話や瞬間の美の捉え方は、現代においても高く評価されています。トルービルの浜は、ウジェイヌ・ブーダンの卓越した技術と深い自然への理解を示す傑作であり、彼の風景画の中でも特に注目される作品です。彼の描く海辺の風景は、 ただの風景画にとどまらず、自然の美しさとその瞬間の感覚を捉えた芸術的な表現として、多くの人々に感動を与え続けています。この作品を通じて、ブーダンの技術的な革新と印象派の精神を体験することができるのは、彼の芸術の偉大さを物語るものと言えるでしょう。